らはネクスコ東日本です。午後7時現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。花輪インター付近13キロポストで自動車が故障して止まっています。続いて東京湾アクアライン及び連絡道を川崎方面へ向かわれる方にお知らせします。海ほたるパーキングエリアを先頭に6キロほど、またアクアトンネルを先頭に2キロほど、また1キロポスト付近のアクアトンネルを先頭に2キロほど、それぞれ渋滞しています。また木更津金田インターから海ほたるパーキングエリアまでの区間で横風が吹いています。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。